お疲れ様です。お疲れ様です。脚立に乗ります。あ、俺の貼ったやつが。はい。脚立、あの高齢者が乗って事故する確率が非常に高いと言われてる脚立。はい。高齢者。うん、結構ね事故率が高いそうですよ。まあまだ高齢者じゃないですか。高齢者、どうなの？わかんない。どうなの？私何やってるかというと、皆さん見てください。うちの店では、これ2020年か。あ、去年か。2020年の。このポスターをずっと貼ってましたんで、はい、すごい色になってますね。そうです、ね、これを全部剥がして、新しいポスターを、貼っていきたいと思います。これは、はい、もう綺麗な家に日焼けしました。はい、最近ね、実はね、ポスターの数が減ってるらしいですよね。あ、うん、そうですね。あのですね、メーカーが今までは遊戯王、デュエルマスターズ、ポケモンカード、新しいパックが出るときにポスターをどんどん店に送りつけて、まあ、反則物としてね、やってたんですけども、最近はちょっとその辺が少なくなって、まあ、独自にダウンロードしてくださいねとか、そういう風になっちゃってるらしいです。これ経費削減なのかな？なんだろう？まあ、経費削減もあるでしょうけど、まあ、ぶっちゃけお店のポスター見ねえから、みんなインターネットで見るやろっていう。そうそうそう。そういうのもあると思う。そういうことかもしれない。はい。だまあ、時代の流れなのかもしれないよね。はい。いや、昔は毎回本当、いや、張り切れないだろうってぐらいポスター送られてきたよね。うん、ブワーってもうなんか、全く同じやつが大量に。これだって、うん、多分このサイズが10枚ぐらい来てたはずです。そういうことだよね。だからこんな風に一列バーッと貼ったりしてたんだもんね。はい。だからポスターはどうも減ってく流れらしいですよ。はい、はい、ということで、じゃあどんどん貼っていきたいと思います。あ、今貼るやつをちょっと見せてください。じゃあ、はい、これから貼るやつ、うん、これ貼るやつこれどっちだろう、わかんないけど、ごめんなさい、2種類あったんで、これどっちだろう。いや、 DM のも結構たくさん来たんで、あ、そっちだ、そっち。はい、これはこれが、来月出る、デュエルマスターズの通常弾第2弾です。久しぶりだよね、こういう形でちゃんと大きいの来た。こういう形でちゃんと大きいのが発売前に来たの久しぶりです。そうだね。はい。どんどん本当は欲しいんですよ、やっぱりうちは。うん。これを、表の方に見えるように貼っていきたいと思います。はい。はい。よし。じゃあこれで。一旦撮りましょう。はい。じゃあとりあえずね、今これ全部剥がしました。はい。まだ貼れるものもないけど剥がしましたよ。そんで、この下のベストを貼っときます。じゃあ外側からこれも見てみます。はい。じゃあこれで完成しましたので、ちょっと表から撮ってください。はい。でんでん。はい。ポスター貼りましたね。結構でかいな。いつものポスターはもう半分ぐらいなんですけど、これは普通のでかいポスターですね。やっぱ新しいのはいいね。あ、新しいのはいいです、ね。店が綺麗になったように見えるね。そうですね。てかこのサイズがいいな、やっぱり。そうだな。あのサイズバーだとなんかちょっとやっぱ。うん、ちょっと寸が足んないよな。うん、うん、うん。このぐらいのサイズのやつがもっといっぱいこうバーってあったら。これやっぱね、これと遊戯王が同じサイズなんだよね、この。そうですね。うん。だからこれでちょっと統一してほしいな。ポケモンなぜかこのサイズのやつ1、2枚しか来なくって、うん、ちっちゃいやつバーってくるんですよね。なんかさ、あるよね。2種類、もう一回り小さいのが多いんだよね。そう、なんか多いんですよね。なんだろう。これもっとポスターがいっぱいあれば、ここの下にくっつけてこう、もう全面このポスターにできるんですけど、ちょっとポスターがないんで。はい。もうこれで。いや、どんどん送ってくれればどんどん貼りますんで。ポスターがない証拠はそっちにもありますもんね。え？ああ。ほら、この脇の、あ、19年あるよ、19年。あ、いや、これもそうなんですけど、うん、この脇あったじゃないですか。確か毎年変えてたような気がするんですよね、ちゃんと着てたらね。はい。うん、そうだ。いつだよって感じ。これ、ジョーカーズ参上の一番最初の時だもん。これだって俺まだ、駆け出しもいいとこですよ、多分俺この時。駆け出し？もうなんかその辺でなんか動画撮ってるおさんがいるのみたいな感じだった。そうか、車の中で録音してる頃だね。あ、そうそうそう、車の中で叫んでる頃だ。そう、まだ大学生だった。はい、懐かしいな。イオンの駐車場の多分誰も来ないだろうなっていうところでやってたっていう伝説の、はい、そうか、の時期です。じゃあちょっとこの辺もポスターが増えたらまた張り替えたいと思いますんで。はい、はい、じゃあ張り替えました。また頑張ります。では、はい。